どうも島です。今回はあの超有名超人気の焚き火台マクライトの新型マクライト2について紹介していきたいと思います。軽量コンパクトなロー焚き火台でサイズ感もちょうどいい、ソロからファミリーキャンパーまで幅広い層におすすめできる焚き火台で、初代マクライトが販売されてから2年と少し、唯一の欠点とされていたあの部分が改良されたニューバージョンで新登場ということで、期待を胸に紹介していきたいと思います。新型になって何が変わったのか、どういった人におすすめなのか、そのあたりも踏まえて話していきたいと思いますので、いい感じのロー焚き火台を探しているという方は最後まで見ていってくれると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。ということで改めまして、今回紹介するのは東京クラフトのマクライト2です。あの超有名超人気の折りたたみ式ロー焚き火台マクライトの後継機種ですね。マクライトはもはや有名すぎて細かく説明する必要はないかと思うんですが、今回はこんな感じでちゃんとね一から説明していきたいと思います。マクライト2の概要、使い勝手の感想、新旧比較、どういった人におすすめか、気になる点、まとめといった感じです。マクライトについてはもう知っとるわいっていう方は新旧比較あたりから見てもらえれば参考になるかと思います。正直今回のマクライト2ですが、万人受けするギアというよりも人によっておすすめ度が変わるギアだなと感じております。どういった人におすすめか、気になる点あたりはそういった判断の参考になる話ができると思いますので、現段階で購入を迷っているという方は最後まで見ていってくれると嬉しく思います。それではまずマクライト2の概要について。マクライト2とは東京クラフトより販売されている軽量コンパクトなロー焚き火台です。2021年に初代マクライトが販売されて以降根強い人気を誇り、今や誰しもが一度は見たことのある超人気焚き火台の後継機種になります。スペックはこんな感じ。材質は SAS304 のステンレス、収納サイズは 21×40cm で、組み立てサイズは 36×40cm です。重量は本体が約 500g で、五徳スタンドが 420g、 耐荷重については五徳が 7kg で、木床が 15kg になっています。特徴としては収納時は折りたたむことができ、収納サイズは 21×40cm とスリムな形状でバックパックにも難なく収まるコンパクト設計。本体サイズは 36×40cm と広く、市販の薪も組めるひどこがあるため、ソロからファミリーキャンパーまで幅広いスタイルに対応可能な大きさがあります。本体重量は 920g と片手でも軽々と持ち上げられる軽量さ。組み立ては各部位を差し込むだけの簡単3ステップ。そして今回のマクライト2の新機能として五徳スタンドが取り外し可能になりました。旧マクライトは焚き火台の高さ、サイズ感、軽量さのどれをとってもちょうどいい、僕みたいなロースタイルのバックパッカーにはすでに理想の焚き火台ではあったんですが、唯一ね、どうしても気になる点が一つだけあったんですね。五徳スタンドが外せない、焚き火の時にめちゃくちゃ当たる、たまらん。これに関してはマクライトだけに言えることではなかったんですが、純粋に焚き火を楽しみたい人にとっては五徳スタンドって邪魔でしかないので、今回のマクライト2になってそこが改善されたというのは個人的にかなり嬉しいポイントでした。ということで概要についてはこんな感じです。続いて使い勝手について話していきます。使い勝手については概要で説明している通りで、コンパクトさ、軽量さ、組み立てのしやすさ、取り回しの良さは十分満足のいく仕上がりになっています。ロースタイルキャンパーの僕としては、特にこの焚き火台の高さと火床の大きさ、取り外せる五徳スタンドが気に入っています。まず高さですが、マクライト2はロー焚き火台なので地面から火床までの高さは 10cm と比較的直火に近い感覚で使用することができます。この時点で満足できるという方もいると思いますが、焚き火台の周りを自然の石や木、薪などで囲ってしまえば、ある程度焚き火台を隠すことができて、より直火に近い感覚で使用できるので、見栄え的な面でも非常に気に入っています。
ちなみに低いといっても焚き火台の下には薪を置けるスペースはあるので、焚き火の下で薪を乾かしたりフライパンを突っ込んでグリルのように使うことも可能と機能性も抜群です。また火床については大きさも広く、焚き火台の上で薪を踏むといったことができるので、風通しを考えたり置き火になるタイミングを考慮したりと、他のコンパクト焚き火台に比べて火の調整がしやすく、より火を扱っている感覚が味わえるので、焚き火が好きという人も満足できる焚き火台かと思います。そして何より五徳スタンドが外せることで焚き火に没頭できる没入感の高さがこの焚き火台の魅力だと思っています。やっぱりキャンプに行ったら焚き火ってしたいじゃないですか。で、せっかくやりたいことやるのであれば満足感が高い方がいいじゃないですか。そうなった時にノンストレスで集中できる、没入できるっていうのは嬉しいことですし、それが満足度に直結するのであれば、これは手に入れるべきギアなんじゃないかなと思っていたりします。最後のは感覚的な話になってしまいましたが、使い勝手についてはこんなところです。正直このマクライト2に関しては五徳スタンドが外せるようになって、欠点という欠点がなくなったように感じています。たまに焚き火シートを引いても地面が焦げる、焚き火台が歪んでしまったなんて話は聞きますが、これらは軽量のロー焚き火台であれば特性上仕方がないことですし、どの焚き火台でも起こり得ることを欠点と言ってしまうのはちょっとユーザー側のわがままなんじゃないかなと思っている方なので、僕としては今回のこのマクライト2は非常に満足していますし、使い勝手については文句のつけようがないくらいには仕上がっているように感じています。それでは続いて新旧比較とどういった人におすすめかについて話していきたいと思います。まず新旧比較ですが、スペックでこのような感じになっています。このスペックを見てもらうと分かるんですが、正直ほとんど変化点がないんですよね。比較映像を見てもどっちがどっちか分からないレベルです。素材、サイズ感、耐荷重は旧型と同じですし、重量に至っては五徳スタンドを付け外しできる機構が増えた分 120g くらい重くなっているほどです。変化点をまとめるとこんな感じです。本当に五徳スタンドが取り外せるようになったというのが今回の変化点で、その一点に全力を注ぎ得る感じです。そのためこの五徳スタンドが取り外せるようになったことにどれだけ魅力を感じるかが今回の購入ポイントになると思います。じゃあこのマクライト2はどういった人におすすめなんだという話なんですが、大きく分けて旧マクライトを持っている、持っていない、五徳スタンドが取り外せることに魅力を感じる、感じない、この組み合わせ4パターンによっておすすめ度が変わってきます。パターンとしてはこんな感じ、おすすめ度によって並び替えるとこんな感じになります。まず旧マクライトを持っていなくて取り外し可能な五徳スタンドに魅力を感じる人、このパターンの方には非常におすすめです。使い勝手のところで話しましたが、このマクライトという焚き火台はロー焚き火台としてすでに完成されていて、文句の付けどころがないレベルで仕上がっています。そのためマクライトが気になっていて取り外し可能な五徳スタンドに魅力を感じるのであれば、買って後悔することはまず持ってないと思いますので、強くお勧めさせてもらいます。次に旧マクライトは持っているけど取り外し可能な五徳スタンドに魅力を感じるという人、このパターンの方は乗り換えもありです。正直このパターンの人が一番購入を迷うんじゃないかと思います。判断が難しいですよね。ただマクライトもマクライト2も持っている僕から言わせてもらうと、五徳スタンドがない状態での焚き火はやっぱり没入感が違います。めちゃくちゃ集中できるし、めちゃくちゃ楽しかったです。とはいえマクライトも安いものではないので、今一度取り外しが可能な五徳スタンドにそれだけの価値があるのかという振り返りをしてみて検討してもらえればと思います。ちなみにこれ言っちゃうとメーカーに怒られちゃうかもしれないんですが、カスタムパーツっていう裏技もあります。五徳スタンドを切る作業が必要になってしまうんですが、マクライトをマクライト2の仕様にカスタムできるパーツが Amazon で売っていますので、作業が手間に感じないという人はカスタムパーツでマクライトをカスタムしてみるのもいいかと思います。ただサードパーティー製でメーカー保証は効かなくなってしまうので、そこだけは注意してください。次に旧マクライトを持っていなくて取り外せる五徳スタンドに魅力を感じない人、このパターンの方は旧マクライトを購入するのがおすすめです。新旧比較のところで話しましたが、旧マクライトとマクライト2って五徳スタンドが取り外し可能になったということ以外はほとんど仕様が一緒なんですね。
なのでマクライトは気になるけど取り外し可能なごとくスタンドに興味がないという人は旧マクライトを買った方が軽いしいいと思います。ちょうど今なんかは旧マクライトが 30% オフのセールをやっていて安くなっているのでまさに今が買い時だと思います。最後に旧マクライトを持っていて取り外せるごとくスタンドにも興味がないという人、このパターンの方は絶対に買うな。さっきも言った通りマクライト2の変化点ってごとくスタンドが取り外し可能になったこと、それ以外は旧マクライトとほぼ同じ仕様なのでマクライト2を買う必要は全くないです。それであれば最近発表されたマクライトチタンがあるのでそっちを購入検討した方がいいかと思います。とまあこの4パターンの中で言うと旧マクライトを持っていなくて取り外し可能なごとくスタンドに魅力を感じる人にはめちゃくちゃいい焚き火台だし非常におすすめしたいものなんですが、それ以外の方は一度仕様などを再確認してから検討してみてはいかがでしょうかといった感じになります。冒頭でも話した通りこのマクライト2は万人受けする焚き火台というよりもニッチなニーズに応えたバージョンアップ品といった感じなので、購入検討をしている方は今一度本当に自分のニーズに合っているのはこのマクライト2なのかというところを確認してもらうと後悔のない判断ができるかと思います。とはいえマクライトという焚き火台は非常に使い勝手が良く不満点もないような魅力ある焚き火台ですので、この機会に一度手に取ってもらえればと思います。それじゃあここからはマクライト2について気になる点を赤裸々に話していきたいと思います。個人的に気になってしまった点はマクライト2の変化点についてとマクライトシリーズの売り方についての2点です。まずは1点目のマクライト2の変化点についてですが、旧マクライトからの正当進化でナンバリングを打った後継機種なのに変化点がごとくスタンドが取り外し可能になっただけということです。正確に言うとごとくスタンドが取り外せるようになった、ごとくスタンドが2段になって調理がしやすくなったという2点なんですが、いずれにせよそれ以外の変化点はありません。むしろごとくスタンドの取り外し機構が追加された分、旧マクライトより本体総重量が 120g ほど重くなってしまっています。これはね、正直もう少し変化点が欲しかったです。旧マクライトは2021年10月発売なので2年ちょっとかけての待望の進化で、これはちょっと悲しかったです。例えばですけど SML でサイズバリエーションを増やすとか、燃焼効率が上がりましたとか、より軽量化されましたとか、何かしらやれることはあったんじゃないのかなと思ってしまいます。ただ定価ベースで見ると旧マクライトと同じ価格だったので、多分メーカー側としてはマクライトのバリエーションを増やしたかったというのが本音だったのかなと思っていたりします。であればナンバリングのマクライト2ではなくてマクライトバージョン 2.0 とかにした方が誤解がなくて良かったのではなんて個人的には思ってしまいました。そしてもう一つの2点目はマクライトシリーズの売り方についてです。これはもうメーカーに怒られる可能性は高いんですが、正直に思ったことを言おうと思います。この動画を見てくれている人は最新情報もチェックしていると思うので知っているかと思いますが、最近2月15日にマクライトチタンが発表、予約販売が開始されました。耐荷重は若干低くなりますが、マクライト2と同じくごとくスタンドが取り外し可能な仕様になっていて、本体総重量が 685g とさらに軽量化されたチタン製のマクライトです。正直僕これが発表された時って思いました。だってマクライト2が発表予約販売開始したのが1月で、その時はチタンが出るなんていう情報は全く流れてなかったんですね。その状況で1ヶ月後の2月15日にさらに性能の向上したマクライトチタンの発表予約販売が開始されたんですよ。これはちょっと価格は1万円ぐらい高くなるんですけども、マクライト2より軽量なのであればこっちを買ったっていう人は絶対にいたはずなんですよ。キャンプギアは軽さが正義と言われているくらいですから、 UL キャンパーなんかは特にそうなんじゃないでしょうか。何かしらの理由で発表が1ヶ月遅れてしまったんだと思いますが、正直これはマクライト2と同時発表してほしかったし、した方が良かったんじゃないかなと僕は思います。ということで気になる2点でしたが、皆さんはどう感じたでしょうか。
ただ一つ誤解しないでほしいのは、今回気になる点2点挙げましたが、マクライトという焚き火台の機能面や使い勝手とはまた別枠の話であって、マクライトに対しての不満というのはパッと思い浮かばないくらいには本当にお勧めできる焚き火台だと思っていますので、そこは安心していただければと思います。ということで長々と話をさせてもらいましたが、マクライト2いかがだったでしょうか。正直今回マクライト2という焚き火台単体で見た場合と、マクライトの新型のマクライト2で見た場合で意見が真逆になるように感じたので難しかったです。一応前半の使い勝手までが焚き火台単体で見た場合の感想、新旧比較以降の後半からはマクライトの新型として見た場合の感想というように分けて話していたつもりですが、前半後半で言ってること違うやんって感じた方は紛らわしくてすいませんでした。最後に簡単にまとめておくと、マクライト2は焚き火台単体で見た場合は、焚き火台の高さ、サイズ感、コンパクトさ、軽量さのどれをとってもちょうどいい、僕みたいなロースタイルのバックパッカーからファミリーキャンパーまで幅広い層におすすめな焚き火台で、マクライトの新型として見た場合は、変化点は五徳スタンドが外せるようになっただけで、そこにどれだけ魅力を感じられるかでおすすめ度が変わるニッチな焚き火台という感じになります。焚き火台としては僕もメインで使っていますし、個人的にはすごく気に入っていておすすめしたいんですが、購入検討の際は今一度自分のニーズに合っているのは本当にマクライト2なのかというところを確認してもらえれば後悔のない判断ができるかと思います。ということで今回の動画は以上となります。どうでしょう、少しはマクライト2の購入判断の参考にはなったでしょうか。高いキャンプギアを買うときって判断が結構難しいとは思うんですが、少しでも参考になるような動画になっていたのであれば嬉しく思います。今回の動画が参考になったのであればグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。